皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。久しぶりの日記の動画です。今回は新聞の記事を読んで理科の話題、これについてお話したいと思います。実は花びらが光合成をしているということが分かりました。これは岩手生物工学研究センター、このグループが発表したもので、この8月26日に米の科学誌に掲載されました。この論文、新発見でリンドウの花、この花は花びらで光合成をしていると、こういうことが研究して分かったんですね。リンドウの花は紫色の花なんですけど、そこにちょっと緑色の斑点がある花があるんですね。その緑色の部分、この緑色の斑点の部分に葉緑体があって、そこで光合成をしている、こういうことが分かったんですね。今まで花びらは光合成をしないと考えられていたので、これは新しい発見だったんです、ね、岩手県はリンドウの生産者やって、これ全国の6割を占めていました。他に有名なものは何があるかというと、南部鉄器で中尊寺金色堂、食べ物だとわんこそばがありますよね。さて、光合成では理科の方の復習もしておきましょうと。光合成で必要な物質何だったか、これは水と二酸化炭素でしたよね。水と二酸化炭素は必要だと。そしてじゃあ光合成でできる物質は何だろうと、これはデンプンと酸素でした。光合成でデンプンと酸素ができるんでしたね。じゃあデンプンがあるかどうかを調べる薬品、多分実験でやったと思います。何を使いましたか？そうです、ヨウ素溶液ですよね。ヨウ素溶液、ヨウ素溶液、デンプンがあったら何色に変化しました？これは青紫色に変化したはずです。ここの部分もね、質問されたらすぐ口からさっと答えられるように練習しておきましょう。ではもう一度言うと、光合成に必要な物質は水と二酸化炭素、光合成でできる物質はデンプンと酸素、デンプンがあるかどうかを調べる薬品はヨウ素溶液。ヨウ素溶液、デンプンがあるとどうなりますか？青紫色に変化すると、このように言えるようにしてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。